はい、今日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けしたいと思います。小島さんお願いします。はい、こんにちは。そしたらちょっと改めてなんで、はい、あのボンドカーズアリーナについてちょっとご説明していただいてもいいでしょうか。あ、そうです。まず、まあ、大きな特徴の一つとしては、まあ、前車こう見ていただくと分かるようにこうショールームにこう並んであるっていうところが一つの大きな、まあ、ポイントになりますね。あとはそのアクセスがいいんですけど、埼京線の北与野駅から歩いて2分ぐらい、新都心駅からも歩いて5分ぐらいですかね、はい、というアクセスがいいところがあって、あとは高速からも降りて大体、まあ、信号つかまなければ3分ぐらいでついちゃうという、新都心ですね、まあ、すぐそこですもんね。そうすぐそこ、はい、なんで車でいらっしゃる方も、うん、そうです、都内からのアクセスが、はい、多分新宿からだったら空いてれば本当に30分ぐらいでですよね、うん、来ちゃうともありますし、はい、まあ遠方の方も新幹線で大宮まで来てもらえれば、ああそうですよね、すぐ大宮もすぐ隣の駅ですからね、はい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 、まあ、結構ね、はい、羽田から高速バスでビューって来ちゃう人もいますし、あなるほど、本当にアクセスがいいところなんで、まあ、ぜひ全国の皆様、はい、ご来店お待ちしてますっていう店舗でございます、はいはい、で中は常時20台ぐらいあるんですか、15台ぐらいですか。いやいや20台20ちょっとありますね、はい、はい、ありますね、はい、でも厳選された車両が、そうですそうです、はい、暑くても寒くても、はい、ベストコンディションで、そうですね、はい、それ非常に大きいですよね、見ていただけると思います、はい、車も常にピカピカですからね、はい、そうしたら早速車両紹介に、あ、車両紹介今日の、はい、他に何かないですないです、はい、じゃあ早速お車、はい、それじゃあさ今日の一押し一押し車両を、はい、それじゃあちょっと早速車両紹介に移らせていただきたいと思います。はい、小島さんお願いします。はい、もうカミカミでもう一回問い直したらいいんじゃない、ぐたぐたじゃない。はい、それでは改めて車両紹介に移らせていただきます。小島さんお願いします。はい、今回ご紹介させていただきますお車はこちらですね、メルセデスベンツの G63、まあ、MG ですね、はい、まあ、今回ご紹介させていただくポイントとしてはですね、まあ、今現行 新型もちろん出てますけど、はい、新しい出ましたね。意外にというか、まあ、予想もした予想以上に人気をキープしてる、金額キープしてるお車、そうですね、先代モデルもすごい人気ですよね。人気ありますね、はい、その先代モデルの中でもなんていうんですかね、教科書的ないじり方とかここまでポイントでいじってる車はないんじゃないかというところで、まあ、この車もぜひご検討していただきたいんですけども、今後ゲレンデを買われてドレスアップする方もちょっと一つ参考にしていただければというお車になりますので、ポイントを抑えたカスタマイズ、そうそうです、はい、まあまあ、 ね、メーカーごといろいろありますけど、はい、まあ、こういった感じでいじったらまあこうなりますみたいな、なるほど、形の車なんで、はい、ちょっと細かいところから説明させていただければなと思います、はい、お願いします、はい、それではじゃあ、まあ、外観、じゃあまあフロントから純正もまあ今度で言っていきましょうか、はい、じゃあここフロントの周りからいくと、はい、まあ、このリップ、はい、もう書いてありますよ、ここ書いてます、大好きなマンソリー、はい、落語も黙るマンソリーです、マンソリーです、はい、マンソリーリップですね、まあ はい、リップいろいろありますけど、はい、まあなんですかね、マンソリーだったりブラバスだったりという主流なんですかね、はい、上品ですよね。もうそうですね、ここの、はい、でもこれマンソリーもやっぱパーツが、はい、このフロントこの部分と、はい、あとセンターパーツ、はい、マンソリー分かれますよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、これ別パーツなんですね。そう、別パーツ、本当だ、うん、へえ、ちょっとね、はい、大人の事情でやらしい感じですけど、別パーツでなってますね。そうですね、はい、でもあんまりこう主張しすぎず、しすぎず、はい、こうなんか純正のイメージを変えすぎず、はい、はい、であとここラッピングですね、はい、これは普通メッキのところなんですけど、ラッピングでいう形になってます。ちょっとピカピカするのを抑えた感じ、抑えた感じですね、はい、でそれここら辺がブラック で、はい、グリルも全部ペイントされてるんですね、うん、塗ってますね、はい、という形になります、ね、はい、で横に行きましょうか、はい、回って流れてホイール何ですかこちら、 HCS04 です。さすが、はい、さすが BC4G と BC4G と単造ホイールでございます、はい、のホイールになってますね。サイズこれ21でしたっけ。そうですね、21ですね、はい、21ですね、はい、で、サスペンションがコニーのサスペンションですね、はい、コニー見たことあります。あります。純正と比較したとぶっとい赤いやつですよね。そうそうそう、はい、あの太さがもう全然違いますね、はい、この方 あのゲレンデだと結構乗り心地が結構ゴツゴツしてて、はいはいはい、言われるんですよね、はいはい、それでコニーに変えること、はい、そうです。 MG だからなんですかね、いいっていう言うわけじゃなくても、やっぱコニーに変えて乗り心地は良くなりますね、はいはいはい、もう純正のゴツゴツ感が和らいで乗りやすくなる、乗りやすくなります、はい、こうパッと見て気がつきません。
これなんか車高が高いなって思う。そうそうそう。聞いちゃったんですよね。聞いちゃったんですけど、はい、見ていただくと分かるんですけど、これ4センチリフトアップして、4センチ上がってるんですか、これ。上がってます、はい。はい、だから全体的に引いてみていただくとあれなんですけど、非常に車が一回り大きいんですよね。大きく見えるんですよ、はい、はい。すごい迫力ですよ、はい。迫力があるんですね。で、そのまあ乗り心地も後でちょっと説明する したいんですけど、はいはい、まあ、コニーとそのリフトアップによってすごい乗り心地が良くなってる。ああ、そうなんですね。まあ、それちょっと後でまた説明できればなと思いますね。はい、であとここもあ、ここもカーボン、マンソリーなんですか。あ、ここもマンソリーのパーツなんですか。マンソリーです。ここだけで結構しそうですね。しますよ。で、ここのモール、これも純正パーツなんですけど、カーボンのパーツですね。これ僕初めて見ました。はい、これは、はい、もしかしたら売ってないんじゃないかなっていう感じで、ちょっとそれはすいません、はい、調べないとあれなんですけど、かなり希少な、かなりレアな、レアな、はい、僕もだって初めて見ましたもん、このパーツ、はい、なります。これあるんですね。昔は結構出たんですけど、あ、そうなんですか。今はちょっとなかなか手に入らんじゃないかなと言われてます。で、こちら、はい、まあ、エンブレムね、あの、はい、これもブラックアウトして、ブラックアウトして、はい、こういったところのドレスアップもやっぱり、まあ、はい、皆さんよくやられますね。そうですね。で、カーボンミラー、はい、これはちょっとメーカーは分かんない感じですね。そうそう、カーボンミラーがついてます。カーボンミラーがついてます。はい、で横に来て、これも定番ですね、はい、あのサイドステップの、はい、まあ、ブラックラッピングする方もいらっしゃいますし、今回はこのカーボン目のカーボン調のシートで、はいはい、シートでラッピングしてます、はい。で、もうあ、これも純正アクセサリーというか、ね、純正オプションのバイザーです、はい、バイザーですね。で、あとは、はい、マフラーですね、はい。あ、マフラーも変わってるんですね。変わってます。これ片側3本出し、通常何本出しですか。通常だとこの方何本出しというか、こう出しじゃないんじゃないですか。出しです。そうですよね。はい、なんかサイド出しじゃないですもん、ね。いじってんのか、見慣れちゃってるから、はい、何本出しですかってなっちゃいますけど。まあ、これも結構いい音しますので、後ほどちょっと、はい、ちょっとサウンドを、はい、聞いていただければと思います。で、こう来てきて、はい、まあ、後ろ、あ、ここもカーボンになってますね。そう、これもマンソリー。あ、これもマンソリーなんですね。そうですね、すごい。だからもう全体的にこう、はい、トータルで黒と白とでホワイトで、もう徹底的にそのメッキのパーツをブラックアウトしたり、ね、はい、カーブにしたり、はい、してる感じですね。なるほど。ここはウイング、はい、これが、はい、バルドのウイングですね、はい。まあ、あえて多分デザイン性を重視してバルドをチョイス、はい、したんじゃないかなと思います。これも結構迫力の造形ですね。そうですね。だからパッと見こうなんか、はい、あれかなって感じますけど、ちゃんと主張が出て、そうです、でも派手すぎず、バルドっていうとなんかドーンって押し出しが強い感じしますけど、全然そういう感じもしないんで、いい感じになってると思います、ね。なるほど。あとここもマンソリーです。あ、これもマンソリーなんですね。マンソリーです、マンソリーです。マンソリー盛りだくさんじゃないですか。盛りだくさんです。で、これ背面タイヤのカバーも、はい、ラッピングしてますね。ここもまあ黒にしたり、はい、まあ、今回はこうカーボン調ですけど、はい、まあ、こういったドレスアップする方いらっしゃいますね。あとはこのエンブレムも。あ、なるほど、ここもブラックアウトになってる、はいはい。で、あとはこのテールランプもこれ LED 入ってるので、はい、ここも結構皆さん変えられる方いらっしゃるんですね。バックは明るくなるので、そうするとやっぱりそのどうしても、はい、カメラってゲレンデカメラのこう遠いので、あ、なるほど、はい、うん、そういうのはやっぱり見づらいので、はい、変える方結構いらっしゃいますね。なるほど、はい。あとこっちは同じかな。ところでトランクいきますか、はい、トランク見ちゃいますか早速、はい。まあ、ちょっと流れなんで一応トランクも開けてもらうと、開けさせてもらうと、じゃんと。わあ、すごい。お約束の、はい、通称タンスじゃないですか。タンスタンスですね。で、これでもめっちゃ使い勝手いいんですよね。使い勝手いいんです。これは、はい、何がいいかって、やっぱりゴルフとか行かれる方には、はい、やっぱりそのゴルフバッグってこれがないと横に入らないんですよね、はい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 、こういうになってるので、はいはいはい、ここがちょっと出っ張ってますね。そう、出っ張ってるんで、はい、これを置くことによって、はい、乗せてみる。乗せてみますか。ちょっと待って、はい、はい、じゃあ早速やってきました。はい、こんな感じで積むことが全然余裕ですね。余裕ありますよ。全然余裕です、はいはい。これクラブが今入ってないですけど、入ってても全然余裕です、ね、全然大丈夫です。これ結構まあフルサイズなんで、はい、こんな感じでいくとかなり、あ、全然余裕ですね。そうですね。すごい。これはもう本当に皆さんゲレン乗ってる人は質、はい、めちゃめちゃ人気ですよね、うん、人気ありますね。で、なおかつその名のと、はい、その名の通りタンスなんで、はい、引き出しもあって大容量の、はいはい、こっち傘入れるといいんでしたっけ。そうです、傘ですね、はい、はい。で、これマットもこれオリジナル作った、あ、それ用のになってるんですか、はいはいはい、すごい。そしてこれもちゃんと内装に合わせて合わせてます、ね、赤と黒で、はいはい。で、こういうそのドレスアップの仕方もすごいあれですよね、いいですよね。これ内装めっちゃかっこいいですね、はい。
デジーのエクスクルーシブパッケージ。すごい、はい、それちょっと内装を今これから移りたいと思います、はい、よし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 、マイク大丈夫、マイク、はい、内装めっちゃかっこいいじゃないですかこれ。そうですね、これ今回はやっぱり内装もやっぱりカーボンがもうテーマですね、はい、これハンドルすごいですね。ハンドルこれすごいです。純正をカーボン加工してる。そうそうそうです。でまずやっぱり皆さんよく言われるのが、はい、この握りがすごい太くなったっていうので、すごいやっぱりいいって言われますね。はい、ああなるほど。はい。でカーボンもこう合わせてるので、でちゃんとこうグリップのところこうなってるんです、ね。なってますなってます。すごい。はい、でこれもやっぱりそのなかなか納期がかかるところなので、はいはいはい、まあ、ぜひその検討される方早めになるべく早めにやっていただければなと思います。でこれ新車からついてるカーボン内装インテリアなんですけど、あこれ純正なんですね。純正純正です。でこれ後から頼むとめっちゃめちゃ高いんですよ。あなるほど。純正で新車で頼んでもまあ結構ある程度金額はするんですけど、はい、じゃあ後からじゃあ今例えば今乗ってる車をカーボンに変えようかなっていうとかなりの金額になりますね。多分部品も高いけど多分交換するのも かなり大変ですね。そうですね、はい、っていうところでこういう感じでここら辺もバッとカーボンが入ってますね。で、はい、こういう細かいところからいくとこう、ね、はい、IID のドリンクホルダー、ドリンクホルダーだったり、ゲレンデドリンクホルダーがないんですよね。そうです、ドリンクホルダーね、はい、これも多分もう今はもう発売当時はすごいバカ売れしましたけど、もう今は定番ですよね、はい、みんなつけてますね。みんなつけて、はい、でもこれでも知らない方がいたらぜひ、はい、ね、そうですね、はい、これいいですよね、本当に純正のインテリアのこうイメージ崩さないじゃん、うん、崩さないですゲレンデの、はい、でもすごくしっかりついてるし、まあ、これもおすすめですね。であとはここの、あ、小物入れ、はい、ストレッチもね、あれありますし、でよく見てもらうとモニター、あれ大きくなってます、これ大きくなってるんですよ、8インチモニター、あすごい、はい、あれ純正が何インチでしたっけ、6かな、6でしたっけ、7だったらごめんなさい、はい、6だと思います入れておきましたよ、ね、はい、はい、っていうので、まあ、はい、モニターも変えてます。なるほど、はい、やっぱりその使い勝手も良くなってますね。使い勝手も良くなってますね。なんかかっこいいと。で、あとはその、はい、まあ、純正の装備も説明しなかったですね。デジーのエクスクルーシブパッケージ、はい、このおしゃれ の、 おしゃれ の、 この内装の、はい、ダイヤモンドステッチの内装が、はい、まあ、あのポイントですね。これ天井アルカンターラですか。そうそうそう、アルカンターラ、すごいこれ。あとこう、あこの後でちょっと見てもらう、アクセルスペース、はい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 、どうしてもそのゲレンデってブレーキとアクセルがこう角度があるんで、はいはいはい、やっぱりこう行った時にグッてなっちゃう、はい、初めて乗るとびっくりします、ね、そうそう、びっくりするんで、そのあれもついてるんで、はい、これもやっぱりなるべくこう、はい、高さの違いが、高さの調整で、はい、これもやっぱり人気のオプションになるんで、じゃあ早速ちょっとエンジンかけてみますか、はい、いいですか、はい、迫力の、迫力のサウンドでマフラーサウンドを聞かせてもらってもいいですか、はい、ちゃうぐらい、そう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 、迫力の爆音ですね、はい、すげえ、これいいっすね、ちょ水出ちゃいましたね。でもこの音はやっぱりこのエンジンじゃないと出せないですよね。なるほど、はい、今のエンジンだとちょっと出せないのかなっていうのはあるので、はい、この排気量と、そうですね、 V8 が出せる、はいはい、すごい、まあまあちょっとね、あの好みありますけど、ちょっとバルブを閉めて走っていただければ、はい、まあ、バルブ開閉できればできれば、はい、全然大丈夫なので、 TPO に合わせて、はいはい、使い分けられますからね、はい、これもまたね、コングラアフターパーツで、まあ、もちろんいろいろ問題があるから、はい、紹介は相談してもらえればと思いますの で、 です、ね、ちょっと後ろも乗って、じゃあ僕乗っていいですか、うん、乗って後ろちょっと、はい、うん、乗っていいですか、よいしょ、乗ってみるとちょっと高い感じするでしょ。あ、高いっすね、うん、はい、高いっす。で降りる瞬間に、あ、このゲレンデちょっと高いなって感じ。確かに今乗る時もなんかこうステップの高さが結構高いなって。あ、そうっすね、4センチって結構違いますね。そうそうそう、違う、でも本当にさっきも言ったけど、はい、まあ、ゲレンデ、まあ、やっぱりこれだけ人気なんで、はい、63ってやっぱりおかげさまですごい数乗らせていただいてるんですけど、はいはい、やっぱりこのコニーとスペーサーを上げたこの車って乗り心地がすごいんですよ。いや本当に、あ、なんか上がったからちょっとなんかあるのかなと思ったら逆、全然乗り心地がすごい、へ、うん、
なので、まあ、アームの角度とか多分あるんでしょうね、うん、あると思うんで。なるほど。だまあそれも本当に逆に、ね、こういう仕様が好きだったらおすすめかなと思いますね。なるほどなるほど、うん、車でかく見えますよね、うん、でかく見える迫力あるし、すごい、うん、まあ 4x4 まではいかないけどね、はいはい、うん、全然もう数え切れないぐらい乗ってる小島さんがこれの乗り心地いいっていうのが間違いないですよ。そう、それはねおかげさまで本当ですか、うん、あの数乗らせてもらってるんで、すごい、はい、いやあれ、あとそうだ一個忘れてました、パワーウィンドウのあれもついてるんですよね。あ、そう、パワーウィンドウの、そう、そうね、これね、これ何気にこういうところ重要ですよね、うん、ちょっと回していいですか。あ、これ鍵、はい、ありがとうございます。ワンタッチ、僕小島さんに今教えてもらった何気にすごく便利機能、そう、あれゲレンデって運転席もオートじゃないんですか。本当ですよ、オートじゃない。あ、そうなんですか、うん、わすあれちょっと待って、俺ドア閉めないとダメですか。いや、閉めてみて。2階引きとかですか。2階引きじゃない、あの危ないから、あの安全性で。あ、そういうことか。だって、後付けなんで結局そのサポートがついてないから、もし何か巻き込んじゃった時危ないから2階出し、2階出しない。すごい、ゲレンデってこうオートがついてないんですけど、これなんとすごい2階やるね。下げるときは1階。え、そうそうそう、はい、でこれ全部ですか。まあゲレンデの、めっちゃ便利じゃないですか。まあゲレンデのあえて言っちゃうと、やっぱりそのレギュレーターって非常に弱いので、はいはいはい、まあ、そこはちゃんとご理解してつけていただいた方がいいです、ね、はい、あとこういう細かいところね。あ、これもAMGになってるじゃないですか。AMGになってる、すごい細かいところ、はい、それでは今回ご紹介させていただきましたメルセデス・ベンツの G、 それでは今回ご紹介させていただきましたメルセデス・ベンツの G63AMG いかがだったでしょうか。まあね、細かい詳細はあの在庫のページを見ていただければオプションバッと載ってますので、はい、まあ、ぜひ見ていただければなと思いますけど、まあ、感想どうですか、見ていただいて。いや、すごいです、はい、もうなんか必要なものが全部ついてる感じしますね。本当にまあ先ほどとお話しした通り、その、はい、本当にゲレンデをいじる教科書と言っていいぐらい、はい、全部いじってるんじゃないかな。あるといいよねが全部ついてます、ね、全部ついてます、はい、それで、まあやっぱこれもドレスアップのやっぱり魅力っていうのは、じゃあノーマル買ってきていじったらっていうのはやっぱり全然金額がね、はいはい、安く買えるっていうのがすごい魅力だと思いますので、はい、まあ、ぜひね、ショールームに展示しておりますので、これ後からやろうと思ったらすごいことになっちゃいますからね。もうすごい金額ですよね、ですよね、はいはい、だからここである程度やっぱ自分好みにまたプラスアルファなんかパーツを変えていただいてもいいと思いますので、そうですね、まあ、まあこれからまたゲレンデもちょっと値段が止まってますけど、徐々にこう買いやすくなったりとかっていうのもありますし、はいはいはい、やっぱりなんていうのかな、まあ、ゲレンデオーナーさん新しいの乗って先代乗ってっていうのはやっぱりいろいろ考え聞きますけど、やっぱこのゲレンデ好きな方ってやっぱこれじゃなきゃダメだって言いますね、はいはいはい、うん、だからやっぱり人気は落ちないと思いますので、ぜひですね、ボンドカーズアリーナ、ボンドカーズでこれからもどんどんかっこいいゲレンデ仕入れていきますんで、いろいろ紹介させてもらえればいい紹介してもらう。ゲレンデも詳しくないでしょ。ゲレンデ詳しくない新型はあのブラバス作ったんでかなり勉強させてもらったんです。ぜひ先代モデルは、ぜひ先代も、はい、先代モデルは、はいはい、ちょっと買っちゃえばいいです。買っちゃえばいいですかね。3号モデル、3号モデルいいと思う。本当ですか、ディーゼルですか。ディーゼル、うん、いいと思います。ぜひ先代モデルは本当に先代モデルの味があっていいんですよね。いいと思います、はい、皆さんそう言われますよね、うん、で次回土パフォーマンスゲレンデ買うっていう、買うの巻きにします、ね、巻きで、はい、アリーナで買ってみたっていうところ、買ってみたで、そうですね、はい、そんな形でまとめてみました。じゃあ、はい、ぜひ、最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、はい、小島さん今日僕入れました動画で僕いらなかった気がするんですけど、いるでしょ。いります、いるいる、大丈夫ですか、うん、いや、その話の間があるでしょ